はい、この問題を別解で解いてみます。こう見ます。ここと R2 と R4 が並列ですのでね、これを一緒にします。でこれはですね、R オームですから、一緒にすると2分の R オームなんですね。でここが R1、 それからこうなってこうなりますね。これが R3 で R5 ですね。こういう形になりますね。さあ今度はこれちょっとこうひねってみます。これね、AB で、はい、次ですね、こうなりましてね、ここが A、 ここが B ですね。 R1、ここが2分の R1 ですね。そうします。これが並列になりますね、これが R3 になりますね。こうなります。でこうですね、こことこの R5 がひっついてますよね。こうね、ここちょっとこれこうね、こうなります。R5 なんですね。これですね、R3 の R1 側ですね、R3 の R 側ですね。はい、にこの R5 がつないで、こうなりますね。そうすると今度はこれが並列ですから、今度書き換えてみますと、これがですね、R オームですか、これ2分の R オームですね。はい、それから、ここが2分の R オームですね。から R5、これこうですね、これは R オームですから、これ R オームですね。はい、そうすると、これがですね、さらにこういうふうになりますね、ですね、これ2分の R、 これ R オームなんですね。R オームですね、そうすると、R の AB はR オーム2つですから2分の R オーム、はい、先ほどのと同じ結果になります。こういうやり方もあります。